どうも皆さんおはようございます。今回はね、皆さんインゴットってご存知でしょうか。メニューアイテム許可交換生産インゴットって選ぶとですね、いろいろ出てくるんですね。こういうインゴットが生産できるんですよ、金属片で。でメニューアイテムインゴットって選ぶと、まあ、自分の持っているインゴットが表示されるわけなんですが、これを1個でもつけると、1個つけるごとに能力値が上がるんですよ。実はインゴットの効果で能力が上がるのではなくて、インゴットをつけただけで能力値ステータスですね、上がるんですよ。でインゴットを武器につけると攻撃力が上がる、防具につけると防御力が上がるんですよ。でメニューアイテム強化交換武具強化錬成って押して、でまあ例えば上半身防具に絞ってやってみると、今装備してるこれ黄色いマークついてますね、これ今装備してる上半身防具で、ここはスロット枠はラグラビットからドロップする熱鋼で解放してったんですけど、ラグラビットとか熱鋼に関してはここでは説明省かない方がいいか。階層武具は1スロット目赤熱鋼1個、2スロット目解放には赤熱鋼2個、3スロット目赤熱鋼3個なんですけど、インテグラルとか明国系になると1スロット目が赤熱鋼、2スロット目が灼熱鋼、3スロット目豪熱鋼必要になるんですけど、まあ階層武具のが赤熱鋼だけ使えばいいので開きやすいってことでスロット枠が開けるんですけど、ラグラビットっていうのは各階層のサーバーごとに10分おきに現れるんですよ。ランダムにエリアのどこかランダムに現れるんですけど、まあサーバーごとって言っても転移門前とか迷宮前とかそれぞれのフロアごとにも出現時間決まってて、連続でウサギ狩るんだったらどんどん回ってって、まあもうその話はもういいや。とにかく錬成っていうのができるんですよ。その熱鋼で開いたこのスロット枠にさっきの生産で作ったインゴットを装備できるんですよ。で例えば防具にこれをつけるとしましょう。するとここをディフェンスいくつってこれ青い数字になるんですよ。これつける前これ796だったのが、インゴットをつけるとほらこれ796から806って10上がるんです、防御力が。でもう一個スロット枠に入れると、まあ、今の状態806じゃないですか。で例えば全く同じ効果のインゴットをつけても実は錬成するだけでステータス上がっちゃうんですよ。821って書いてあると思うんですよね。これ806だったのが821、つまり2スロット目に装着すると15上昇するんですね。装着っていうか錬成なんですけど、で3スロット目に装着する前が821ですね、防御力で。今821なんで、この同じ種類の水属性弱点クリティカルダメージってつけると次25上昇するんですよ。3枠目つけると同じ種類でも違い種類でも大丈夫です。それぞれこれ3つ同じ種類全部同じ種類なんで合成してもいいんですけど、合成しないで同じ種類のやつ3つつけても能力値が上がるんですよ。まあ1つ目これ装備したら防御10上昇して、2つ目つけたら15、これ3つ目つけたらいくつだったっけ、3つ目でも25も上昇するんですよね。だから上半身防具下半身防具スロット枠3つ全部にこれ連成していくと防御力結構上がると思うんですよ。多分100ぐらい上がるんじゃないかな、100以上上がるのかな、わかんないけど。なので1個でも多くこのインゴットをつけておきたいんですよ。しかしインゴットにはここに書いてある通り、例えばこの水属性のインゴットだと水属性以外のダメージが 20% も低下するっていうデメリットがあるんで、これはデメリットがついてると、例えば水属性が弱点の敵ばかり周回するんだったらずっとつけてていいとは思うんですけど、例えばみんなと いろんなとこ周回しに行ったり、いろんなボス倒す前のモブ敵とかその弱点の敵とは限らないじゃないですか、まあ、だからいかにデメリット効果が気にならないようにインゴットつけていくかって話なんですけど、そこで、まあ、インゴットの生産画面行ってもらっていろいろ見ていくとデメリットがないインゴットが存在するんですよ。これフィールド上の回復オブジェクト破壊による自然回復時間が延長するやつ、フィールド上の回復オブジェクト破壊による自然回復量が上昇するやつ、パートナー無効って書いてあるんですけど、パートナーはまあ小春のことですね。絶対 HP が0になる
になるっていうか、あのやられないのでゼロにならないので、これはもう赤字で書いてるわけではないので、デメリット効果ではないし、まあ、重複負荷っていうのは多分効果が重複しない、同時に発動しないっていうことなんだと思うんですけど、複数つけて。でもインゴットってつけるだけでさっき言ったようにステータスが上昇する、つまり汎用的な武具を作りたい、その上でインゴットもつけたいってなったら、この回復オブジェクト関連のインゴット作るのおすすめです。何のデメリットもなくてステータスだけ上昇する。でステータスの上昇値がバカにできないんですよ。錬成ってやって斧って進んで、例えば斧になんか何でもいいからこれつけるじゃないですか。つける前は948から1136、今何もつけてない状態でとアタック6913なんですけど、ちょっと一回つけてみますね。なんか適当に普通の斧を、このドラゴニックアックス G1 を装備してるときは攻撃力5905なんですよ。5905でさっきの、まあ、何でもいいや、なんかつけてつけました。で5905だったのが5936ってことで31上昇したんですよ。これインテグラル系でつけても31上昇したんですけど、1個つけるとこうやって3個最大3枠まで解放できて3個つけられるんですけど、でも攻撃力90かそれ以上上がるのかな、わかんないけど結構上がると思うんですよね、つけるだけで。で31ってなんで微妙な数字になったかっていうと、多分まあ熟練度スキルで皆さんおなじみのまあ武器の知識とか、まあいろんな熟練度スキルあるんで、さっきも防御上昇した時もこれ多分これが効いてて、なんか数字が変わってたかもしんないので、それによってちょっと変わってて上昇値が違かったのかもしんない。でまあとにかくこの回復インゴットってこんなの作る意味あんの、誰も作る意味ないじゃんって言うんですよ、なんであんのって。でもこれめちゃくちゃ使えます。まあ本来の回復効果とか別に使わないかもしんないんですけど、初心者とかはまあアシストパーティー組んでフィールドのモブ狩りとかするときはすごく回復できるのでいいと思います。というわけで回復インゴットめちゃくちゃおすすめなので、回復オブジェクト関連のインゴットを壇上周回して作るっていうのも意味があることなので、全然やって損はないと思います。っていうかもうみんなやった方がいい、マジで。全然多分ステータス変わるんで、違うんで、100って違うと思うんですよね全然。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。バイバイ。